お疲れ様です。今日っすね、こちらのラバーエリボボをやっていきますということで、ラバ掘りね、デッキあると思うんですけども、その陸のスケキンだったり、まあ、バルキリーとかかな、はい、エリバボをぶち込んでみましたということで、まあ、ついでにレイジも持ってきたんですけども、まあ、やっぱね、エリババってクラロワにおいてね、ほんと1番2番をこう争うぐらい愛されてるカードだと思うんですよね。やっぱいろんなところでエリババが、うわもうエリババが、うわエリババ強すぎみたいな、エリババやばすぎっていうね、やっぱここまでなんていうんだ、名前をね呼んでもらえるカードも少ないですから、だってネクロとか触れられないっしょ、かわいそうでしょ、ファルチェもなんかあんまりっていうね、やっぱエリババは常にちょっと愛されてるということで、まあ、ちょっと入れてみました。なんでまあラバでこう空にね、まあ、とか空でプレッシャーをかけていくんですけども、やっぱね空で頑張ってもね攻めが通らない時とかもやっぱありますから、走行をねちょっとエリババで、いやお前そんなカードあるんかいっていう、まあサプライズも込めての陸でも攻めれるよ、いしょ、はい、ということで今回相手がインドガゴですね。だいぶなんか対空強そうなボンバー、ラバ対決あります、うえ。でも今回相手がねエリババいるんですよね。それがねちょっといやそれは俺やエリババいないわ、いないいないいない、全然俺です。インドラです、インドラ、インドラいるんでね、ちょっと厄介。これ墓石で攻めていきます。こんな感じでこのバルーンね、まあファイボで綺麗に行かれちゃうかもですけど、こんな感じでねバルーンから守ってザップで一発行かれるものの、これこの後のカウンターがすごい楽しみですよ。エリババでからの多分ねスケルトン部隊の可能性あります。これレイジ構えて、スケル来るぞ、え来ない、来ない、いや来ないが、ただただエリババでホバで、ホバもう一発頑張れ、生まれる、さあこれでいい、おってくスケル来なかったけどね、これ強いからね、まあ、ラバフェニックス、ラバスケドラ、ラバホバでも、まあ、プレッシャーかけるんですよ。ラバ墓石でもいいんですけど、プレッシャーかけながらの今みたいなねエリババで攻めていく、でディガーもあるんで攻め手が豊富っていうのはね、ちょっとこのデッキ強み、やばい、あんま先行すんな、さあ食いながら食いながら、まあ、ここにザップで綺麗にいかれるかな、あーそれはねいいバルーンなんですけど、俺は守りたいんでね、守りたいんで、ちょっとだけ守れるかどうか怪しいとこ、うっ守れなかったです守れなかったんですけども、私にはねエリートがいるんです、いらっしゃい、あ待ってレイジ、せっかくなら使えばよかった、さあ陸がね足んなくなったりするんですよね、そういう時もありますよね。やっぱね、ラバーディガーのディガーとか、まあなんだろうね、盾ですよね。ほんと、空対決を勝つために、意外と陸を使ったりするんで、まあちょっと不意なこのエリババがね、刺さります。守りも強いです。やっぱね、こういうラバデッキはね、ロイジャイの防衛だったりとか、まあゴーレム意外と解けなかったりとか、困ることも結構あるんでね。そこでの防衛のエリババが、大活躍していきます。さあ、よろしくです。なんでまあ序盤はちょっとね、ゆっくりしたい。うわー、ラー、ゴレだ、ゴレ、ゴレ、ゴレ。ゴレです。これちょっとレイジで、普通にラバ、フェニックススケドラレイジとか、おー、そういうのだけでも強そうじゃない？これもフェニックスで相手のダクネとライドラやれるんで、あー、そっちか。あんたそっちの神か。これ、めちゃくちゃアドっすよ、これ。その防衛やばいやんって思う方もいるかもしれないんですけど、うわ、これ完璧やんって思う方もね、ちょっといる防衛です、これは。まあ、おられるかもしれないんですけど、これやばいっすよ、この後。その、一本おられる代わりに、あ、こっちが何本おんのって話なんですよ。でも、スケドラ先行しちゃったのつらい。よいしょ。こっちがね、結局多くおればクラロワって勝ちなんだよね。その1本折った方が勝ちじゃないんですよ、クラロワって。よいしょ、キングを折るか、より多くね
折った方が勝ちなんで、結局これやっぱ相手が攻めすぎてエリクサなくなっちゃうと、うえい、火力化け物、嫌われ者、エリババ、はい、ジジ。はい、いやなんかね、ちょっと残ってるだけでもね、やっぱ2体いるしね、一瞬でタワー削りますよ。キングとかもね、なんか気づいてなかったら、あれみたいな、やりすぎじゃねみたいなこともね、よくあります。ほんと、気抜いてるとね、エリババだけでね、タワーもキングも行かれちゃうんでね、気ぃつけないといけない。さあ、まあ、防御金置いてね、守りますか。てか、まあ、気抜いてなくても行かれるんですけどね。はい。さあ、まあ、このまま後半行ってくれたらね、俺はありがたいんでね。まあ、墓石でも置いてのんびりしますか。エリババいるんで、結構ね、あのパって、まあ、ロイがだるかったり、あとはなんだろうね、まあ、対空、マシマシなビッグだよね。ファルチェとか。まあ、その辺が嫌ですけどね、結局そういうデッキって、こう、デッキがやっぱいびつなんで、タイミングよくエリババ刺せば、なんとかなると思います。さあ、ライ、ああ、そのタイミングいやん。でもこれも、めちゃめちゃ苦しい相手。これだともう終わりっすよ。これライドラーしか多分いないんかな、もう対空が。わかんないっすけど。ほんまに。いや、これはなんか、すいませんっていう。なんかちょっとラバの強みが出ましたね。せっかくならこの辺のレイジでもう、諦めたかな。いや。ただラバが強い。ただ神相性だった。ボーラーバルーンフリーズですね。さあ、ラバホバー組むだけでこんなにね、簡単に勝てるんやっていう。まあ、ベビーライドラで、ちょっとなんか、防衛難しかったですかね。やっぱホバーがね、いい味も出します。まあ、あいつはね、だいぶちょっとネチっこいね。やらしいカードなんだね。さあ、ハジー。いや、今、キュウイバッジ持ってたな。ちょっと強そう。拾います。うっ、マジアチャワンチャンきます。それはやだ。さあ、ディガー、まあ何ディガーかって話ですよね。まあウォールブレイカーでしょう。まあウォールブレイカーない、迫撃削りの可能性もあるっすね。よいしょ。さあ、何が出てくる。何も出てこないんです。いや、レイジさ、ちょっと強いんだけどさ、手札回しね、ニコスで。なんかやっぱサプライズレイジって強くね。うわー、マイティね。まあ、いつもカウンされるんでね。今だけやで。そんな気持ちよく削って潜って、好き勝手できんのはって。いやー、さすがに逆行くと思うんで、まあ、逆用に出して。で、このホバ最強っすね、マジ。いや、エリババ行ってもいいぐらいな。えって、ゴブリン咲いたし。これ結構きつくね。ディガーの方がいいかな。レイジか悩んだんですけど、ディガーで全残し。で、ここのレイジ。いやー。微妙か？いや、めっちゃ殴る。さあ、カツカツして。いや、結構いいダメージが入ったんじゃないっていう話ですけども、まあこれはね、悩みましたね。墓石か。まあ多少ダメージ受けちゃうんですよ。仕方ない。まあでも相手はここを受けないといけないんで、またラバからのマスケさえボコボコにしてしまえば俺の流れが来る。いやー、めちゃくちゃいい。そのいや、でもこっからっすね。これ。この1200俺は守りながら、マスケだけは毎回、まあ、ディガーレイジ。でもゴブリン、レイジで解けないかな。逆祭とかも大事になってくるかも。まあ、さすがにこれレイジ落として、そうなんですね。こうなっちゃうんですよね。なんで、これをまあ繰り返していきます。入ってる。うわー、めっ
ちゃいいポイズン来た。相手ね、いやあるぞこれ、もうエリババでこいつで行くしかない。え、マジでエリババ、エリババー、ぶんねおぶんね。いやあいつ世界キウイバッジ持ってましたからね。いやいや危ない危ない。いやマスケのこのゴブリンがね、そのレイジなんでね、ちょっと突破が厄介でしたけど、おぶんね。これがエリババレイジよね、愛される理由の秘訣。サバゲーセカンド YT サバゲー YouTuber 対決、どっちが本物の YouTuber か戦おうじゃないのヤンキー拾いしていきます。おー、ヤナメ、ディガーヤナメってね結構限られますよ。小屋小屋小屋もあるし、いやこれめっちゃ悩んだなマジで。なんか結局中途半端になりそうだったんですよね。まあ、ガゴ群れかヤナメがあります。いやー、痛えっすね、これね。小物いっぱいラバーで、ディガー、ディガーかな、フリーズかなみたいな、まあ、ちょっと特殊なラバーなんで、あんま俺ラバ展開したくないかもね、ここ。うわー、これ、逆サイまた来るんすよ、バルーンが。それをどう守るかっすよね。ガゴ群れとかもいるんで、多分ギャングスケキンめっちゃ欲しいな。いやフェニックス強い、これ逆サイクルっすね。どのタイミングかが、まあ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 、耐えましょう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 。いや普通に正面突破もありますねこれ。正面突破パターンです。フリーズなのかな、ヤナメなのかなこれ。いやでもレイジが結構いい味を出してる。いや俺はねちょっと耐えるっすね、頑張って耐えるしかないんです。相手はラバルで、こっちがラバディガでっていうのがちょっと厄介ですよね。でも行きず、もしエリババ頼む、もしエリババ、マジエリババ最高すぎる危ねえ。いやもうねエリババお前に頼んなきゃ勝てなくなっちゃったよ。いやガゴムレスキブめちゃめちゃ嫌な雨とか欲しい。いやエリババもやばいしね、レイジもやばいね。レイジかもしかしてだけど、いや最後の最後が強え。一旦耐えてテリー、ん？なんだテリーって適当にねレイジしとけばいい。あーこれ強いよな、よいしょ。いやーなんでここ勝ちに来るんだ。
さあスケラかな、アウトロー五分小屋スケラ、フェニーアウトロー五分小屋、まあポイズンかな、対空で言うと、ねこれまたレイジがむずいね、何も消えないんで俺のレイジで相手のユニットが、そこだけ厄介ではある。でエリババもね、あのまあやりごば一応消えるか、まあエリババタイミング次第ではアウトローがいなくてみたいな、結構条件限られるけどタイミング良ければなんとかなりそうな気もしないことはない。アウトローをどうにかどうにか頑張ろうぜ。いやーまあ無理せずね、これはもうスケラ用に出して一応止めます。いやー打って生きてくれる、これはありがたいんじゃない。さあ宝石が素敵からのよね、頑張って守ってちまちま削る俺は、うーんちまおになろう。多分ね1回で全部2000削るとかがほんまに無理なデッキだと思うんだよこれ、俺今回の相手にはね、もう毎ターン500とかでいいで守る、毎ターン500削る守るを繰り返して勝つ。ゴブリンもいるんでねこれ、あのマジで攻めても意味ないっすいやこれね、ネチ削りで頑張りたい、これマジやばい、やべえなこれ俺のホバやったな。いやよかった飛んでる、まだまだ飛んでる。いやーマジでめんどくさいこれ、どうしよう、ちょ暇すぎて、いや相手も暇だったんだねこれ、マジ地獄すぎんな、どう考えてもきつい。いや素晴らしい対応を見せている、耐えてマジワンチャンス掴めばいい、一番逆サイとか攻めてきてくんねえかな。いやーポイ強いね、アウトロやばいんだよね、いやちょっとあれでもレイジだこれ絶対無理やり、いやいいてかヤノアメなのマジでやばいこれやばくない、タルババであるや、まあ、ちょっと空の防衛が苦手なのかな。いやもうマジで吐くどころじゃねえ何百回吐けばいいんだ、吐いて食わされて吐いて地獄を見る。いやーこれね相手がヤナメじゃなかったらねマジで全然あった。いやーまあこれは無理っすね、限界がもうエリバーマジいらなかったもうレイジもマジいらなかったやっとろね、強いね、ヤナメとか打っとなかったらねやばいね。まあエリババレイジ嫌な人はねあれを使えばね、ゴブガヤアウトローゴブリンスケキン陸増しとけばなんとかなるんでね。さあいやーさっきみたいなのは引きたくないですね、クイックとか引けると本当に幸せなんですけども、エレジャイとかね、いや今回相手待ってくるっすね、とりまえエリババが腐んなかったら俺からしたら何でもよくて、ゴブリンぶっ壊れね、あーフェニックスなんでロイの可能性がめっちゃ高いっす。でロイだとエリババが結構防衛で活躍してくれるんで悪くない。いやーお前かい、
スターもうね流行りなんだよ。いやーぽい、まさかのレンチャン、これが運な塩ですかもしかして。さあもう小安キャラ勘弁してくれの、行きましょうか。エリババを刺したい、俺は本当それしか望みはないんです。本当にそれ以外は何も求めない。いやーこれはラバで受けて、まあ、許容してこのカウンターで仕留める。あのプリンは悩むんですけど、ガンムシプランもちょっとあったけど、エリババからのスケブにレイジもある。スケブ絶対スケブ、はい来た。これレイジもかかるしスケブも処理できてコストもなくて、さあ右のフェニックスも入ってエリババでこれめっちゃ削るんじゃない。あー惜しい、もう一発欲しかったね。でこの吹き矢は許容します。はい、ダメージ勝ってるんでね。でスケブラギドラもあと暴石器、よし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 、もうねこういう愛ねが一番いい、楽しい嬉しい幸せ。さあもうどうしようかな、まあ、相手のプリンも吹き矢も守れないんですけど、ちょっと待って、あれがあったな、 IT やべえな。さすがにスケブこん中から見つけ出したら天才だったけど、まあさすがに無理でしょう。いや一発かすめてんな。いやもうこの辺もね許容しながら受けて、そのエリババを刺せばいいっていうね。しかもスケブさっき使ってたんで、ロケとかあったらまた話変わるんですけど、ないよね。普通ないよね。これでさなんか折れちゃったみたいな、いやなんかんいやちょっとありそう。さあエリババエリババ、いやもうゆっくりでいいっすよ。金取られなきゃいいんで、もう許容の鬼になります。許容だけしてもうどうでもいい、こういうのも相手のソレユニットだけ抑えればいいんですよ。どうでもいい、マジでどうでもいいっす。下はポバとスケドラとかいるんで、これでまたあのレイジ打つだけだ。かわいそうだなこれ。いやこう見るとレイジ強くねって話ですよね。気づいたらなんかいっぱい飛んでるしみたいな。おいエリババレイジ気持ちよすぎる。ぜひ皆さんもねラバエリババやってみてください。ではお疲れちゃんです。